おはようございます。関根和夫です。お元気ですか私は、あの、先週の土曜日の午前中、都内にある小学校からお招きを受けて、出かけていたんですけれど、えっ、ー、と、小学校2年生と3年生の音楽の時間に、私が作詞した、ブドウの木とかリジョイスとか、いてくれてありがとうとか、まあ、それに加えて、あの、弟と一緒に作った大切なクラスメートというのがあるんですけど、それを、あの、 あの、歌ってくれる時間があって、ま、質疑応答とかあって、しかも、あの、保護者の参観日でもあるということなので、あの、呼ばれて出かけていきました。体育館に、えっと、最初3年生が全部集まって、セッションがあって、で、その3年生が終わってから2年生が集まるという感じで、まあ、さ、学年全体が集まったから相当な数なんですけれども、 で、私が何か話をするというよりも、子供たちが歌って、そして自由な質疑応答という形で進んでいきました。いろんな質問が出ました。あの、先生は、えっと、何県出身ですかとか、誕生日は何月何日ですかとか、嫁さんはいますかとか、<laughs> あと、どうしてリジョイスを作ったんですかとか、どうして大切なクラスメートを作ったんですかとか、 歌詞はどういうふうに生まれたんですかとか、まあ自由にこう結構途切れの、途切れることなく、あのー、子供たちの質問が続いたんですね。で、先生が途中で、この大切なクラスメイトを歌ってみんなどんな気持ちだったとかって質問したとき、一人の女の子がこう手を挙げて、でも立ち上がってからしばらくこう、もじもじしてというか恥ずかしそうになかなか言葉が出てこなかったんですけど、二年生の女の子ですね。しばらくしてその子がですね、 みんなとつながったような気がしたってこう言ってくれたんですよね。なんかとても嬉しくなりました。数年前に同じ学校の音楽の時間に招かれて子供たちの様子を見ながらまあ感動して書いたのがこの大切なクラスメイトっていう曲なんですけど、あの、何かこう子供たちが一緒に歌っていいクラスだねっていうような感じを いや、同じクラスよかったねというふうな感じを味わえたら嬉しいなと思って、まあ私が詩を書いて弟が曲をつけてくれたんですけれども、その土曜日の時も学校に入った時、あの、2階から、えっと、ぶどうの木が聞こえてきたんですよね。なんか嬉しかったですね。自分の作った曲がこう学校から流れてくるっていうのは大変嬉しかったですね。まあぶどうの木とかリジョイスというのはちょっと元々の詩を少し変えて、 子供たちに歌ってもらってるんですけど、でもね、何か本当にそういうのが学校から聞こえてくるっていうのは嬉しいなと思いました。で、それが終わってから、あの子供たちが音楽室にあの押しかけてきて、サインしてくださいと言って、サイン、私のサインをどうすんのって感じでしたけども、ああ、授業が始まっちゃう。サインと授業どっちが大、サインが大事だとか言いながらですね、あの随分ん並んでおりました。 なんかとても心が温かくなる時間だったんですよね。嬉しいなと思いました。大切なクラスメイト。ちょっと歌詞だけ紹介しておきましょうね。明るく素直に生きるため、クラスメイトの一人一人いてくれるから嬉しいよ。それぞれ違いはあるけれど、大切な大切なクラスメイト。きちんと考え組み立てて、クラスメイトの一人一人意見を交わし話し合う。それぞれ違いはあるけれど、大切な大切なクラスメイト。 進んで行動をやり抜こう。クラスメイトの一人一人、励まし合って助け合う。それぞれ違いはあるけれど、大切な大切なクラスメイト。まあ、そこで働いておられる先生方ともお話をさせていただきましたけれども、本当に子どもたちを愛して、子どもたちに寄り添って、あの、指導している姿にとても心打たれるものがありました。あの、嬉しいなと思った次第です。えー、ぜひ、あの、この歌をですね、 それぞれの学校で歌ってもらえたらなと思ってるんですけどね。えー、今日もいい日になりますように。それではまた。